どうも早速始めたいと思います。酒井宏監督です。よくそんな長いの見ましたっていうお疲れ様でした。そうですね、ちなみにどちらでご覧になったんですか？僕は、はい、映画祭とかでは見れなかったんですけど、そのフィルムライブラリーの方で。そうなんですね。ありがとうございます。私は今濱口監督の特集上映が最初の方からあって、それとあとちょっと私は研究をしてる方なので、担当の先生の方からちょっと DVD を貼ったりしました。そうなんですね。じゃあスクリーン、あ、スクリーンではでも特殊上映で、特殊上映で、あ、ご覧になってるんですね。ありがとうございます。もしかして京都、はい、あ、なんと関西からいらしていただく、京都からですね。ありがとうございます。まあ、映画祭ではね、先ほど申し上げました2011年の、共にある、まあ、本当に初回の、はい、まあ、2011年ですから、本当に震災から半年ということで、作品を全部集めて上映させていただいて、でその2年後の2013年のインターナショナルコンペティションで波の声の、新千葉県決戦で、歌う人はその日本プログラムで、同じく上映させていただいたということですね。でその後、まあ、うちの311ドキュメンタリーフィルムアーカイブにも、収蔵させていただいております、はい。でここから、まあ、トークなんですけれども、皆さんいつでも手を挙げて質問などをどんな感想でも「はいはい」って言っていただければ結構です。ちょっと、まあ、ラフめに、まあ、こんな風に登壇してますけれども、まあ、皆さんと一緒にお話を盛り上げていけたらなと思っております、はい。でじゃあちょっとお二人にですね、今日、まあ、朝じゃないかお昼1時から来ていただいて、2本先に見ていただいてますので、その辺の感想などいただけたらと思います。朝から、あ、どうも、こんにちは。あ、こんばんは。もう昼に来たのにもう夜になってます。酒井と申します。さっきおっしゃってた濱口優さんっていう監督と一緒にこの映画を撮りました。映画今回その3本並べてラインナップされて、でそれのどういう話をしようかなと思っててあれだったんですけど、なのですごいいい並びってことないんですけど、面白かった。並べてみるっていうのと、あと入ったらですね、16ミリと35ミリと、あとブルーレイがすごい大きいそのビデオプロジェクターが並んでいて、その歴史を振り返るとやっぱり流すものが変わっていくんだなっていうのを思ったのと、あと、まあ、一個一個言うと、アピチャポン の話、僕は見たことなかったんですけど、映画自体を。でもなんかとてももうファーストカットの時に、まあ、ワンサーフォーワンタイムで始まったと思うんですね。その昔々っていうところからもう車乗ってスタートしていくと、でなんかそれなんか 僕らが撮った映画にすごく似てるなと思って、でお話を聞いていく時に、その、まあ、とても辛い体験をした方の話を聞いた時に、もうじゃあもう作り話でも何でもいいから話してくれっていうふうになんか聞いた、もう嘘でもいいから話してよみたいなことを言った時に、なんかこれすごくまあ、あんまり
不用意につなげてはいけないと思うんですけど、なんかすごく共感できる部分というか、その嘘でもいいからって結構すごい言葉だなと思って、この例えば昔々あるところに行ってた時に、いつか誰かもわからない、どこかもわからない話っていう話をした時に、これはまあ作り話っていうふうに言わればそうなんですけど、僕はそこから結構本当の話が始まるんじゃないかと思ったりするんですね。なのでその嘘でもいいからっていうところから、あの昔々でところから、実はあれはなんかタイのなんか本当の話が、本当の姿がなんか映ってるような感じに見えたと。でもなんか最後のことだけはちょっと実は分かんなかったというか、でも面白かったんで、それの時に面白い、なんか犬になんか皿をやってカラカラカラって犬がすごい逃げてくるって形でスパーンと終わって、これは何だったんだろうなっていうのもあって、でもあれももしかしたらタイをなんか話してるものなのかもしれないですし、なんかアピチャー最後に選んだのがなぜか分からない、本人もなんか聞くのも薄いだと思うんですけど、何かすごく印象的なカットだったなっていうと、あと小川さんもこれはもうでも本当に民話の語りが出てきて、でそれこそあの農家の方に実際に話聞いて、あの民話の中にその猿の嫁子って話が出てきたと思うんですけど、それがなんかあの水浸の水引きの話が命がけだったっていう話は本当にそれそうだったと、あの命がけだったって話、あこれは本当にあった話だったっていう、実際民話の裏にもうそういう実際の話が隠れてたっていうことは、やっぱり民話もこれが逸話だって言いながら本当のことを言ってたのかもなって思って、でその状態で歌う人をもう一回見ると、なんかもうこれ全部本当にあった話だったっていうふうに思って、僕初めてそういうふうに自分の絵がそれに見れたというふうなラインナップだったなと思いました。ありがとうございます、はい、あのもう歌う人にも緑豊かな田園、あの、まあ、稲の、まあ、タコが映ったと思いますけども、本当に、まあ、あの歌う人はカラーで、その前の2つはこの黒でしたけど、もう全部にその田んぼの風景が虹写しになってるような、はい、作品だったかなと思います。じゃあ青山さん。はい、青山です。僕もでも一つ思ったのは、この並びで見ると全然見え方が違うというか、いや歌う人がすごい、まあ、もう最初に見た時からこれはすごい面白い映画だなと思ってたんですけど、今日見たらこんなに笑える映画だったかなって思ったんですね。やっぱりさっきご紹介いただいたように、僕が東日本大震災をきっかけに映画を作った人たちの研究をしてきたので、やっぱりこの歌う人もその文脈の中で見ていて、で震災の話は直接出てこないけど、そういう文脈の中で語られていくっていう、そういう位置づけで見てたので、こんなにこう笑える映画っていう意識はあんまりせずに見てて、で今回久々に見て、もう本当になんか笑っちゃうというか、不思議な話が多くて、でもう一つ思ったのは、これは最初のアピチャッポの作品もそうなんですけど、やっぱりよくわかんないですよね。それこそその猿の嫁子の話なんかでも、最初はこう小野さんが猿がかわいそうな話だと思ったっていう、 でもよくよくその東北地方の女性の子とついでいく辛い話っていうのを考えると、そういう話じゃないんだということが分かってきたって聞いても、なおいやこの猿そんな悪いやつじゃないよなってやっぱり思ってしまうんですよね。で本当にその猿がただ単にこう金持っているだけのこう地主の比喩ならば、あんな風にはきっとならなくて、だからこう、そんな善悪をはっきりすっぱり切れないリアリティみたいなものをすごくきれいにというか、そのまますくい取っているから、ある種だからこそリアリティがあるというか、その小野さんが言ってた戦争で
墨でこう塗りつぶしていくような話とはやっぱり全然違う話なんだなということを思いました。で、まあ、そういう中でアピチャッポンの作品とか小川慎介の作品もなんかこうなんて言うんでしょうね、その分かりやすくは全然ないんですけど、だからこそちゃんと響いてくるものがあるなということを思いました。はい、とりあえずこんなところでありがとうございます。そうですね、なんか、はい、まあ小川プロの作品って結構やっぱり慣れ、まあ、小川慎介というパーソナリティがすごく強いものがあるので、彼がこう話を聞いていくと、まあ、本当に小野さんじゃないですけどみんなが話したくなるっていう人でしたから、まあ、そういう面は共通して、まあ、分かりやすいところではあるんですけど、でもとはいえっていう感じですね。なんかおーっていう、そうですね、小川慎介に関してやっぱりその僕は、まあ、そんなにこう彼の映画を見てなくて、まあ圧殺の森とか、三律家闘争のシリーズの作品いくつか見てたぐらいなので、やっぱりこう、まあ、なんていうかこうちょっと攻撃的というか、やっぱ戦う映画なんですよね。で、じゃあこの映画が戦ってないかっていうと、いや当然戦ってる映画だと思うんです。戦ってる相手が全然違う、人間じゃなくて自然と戦って、でも戦ってるって言っても敵対関係ではなくて、どうやって付き合っていけばいいかっていう話をしていて、そうするとこう小川が年を取って丸くなったからこうなったのか、まあ、被写体が変わったからこうなったのかは分からないんですけれども、あ、こういう映画撮る人なんだっていう、改めてなんか勉強させてもらったというか。いや、僕も思いましたね。なんかそれこそ小川慎介さんの映画でも僕はちょっと見方が多分もしかしたら間違ってたんじゃないかってぐらい、なんかすごくこの題材に対してもすごく、まあ、ある種言い方があってはで科学的にこう聞いていくっていうか、これはどうなんだ、そこはどうなんだ、あれはどこにあるんだっていう感じに関してすごく厳密に突き詰めていくっていう感じなんですよね。それってやっぱりちょっと歌う人とはまたちょっと違うスタンスというか、その小川さんなんですかね、こう執念というか、何かこう小川さんの、まあ、上なのかもしれないんですけど、そういうものがね、もうグイグイグイこう聞いていくっていう、でやっぱりそれを真剣さはものすごい気迫が伝わってくるっていうのがあると思うんですけど、でもなんか小野さんも、まあ、前おっしゃってたことがあって、そのすごく語り手に対して自分はその追いつかないかな、その2倍も3倍の力つかないと追いついていけないから、本当にもう真剣勝負なんだと、そのそれこそ刺して刺されるぐらいの気持ちで私はいつも望んでますっていうふうにおっしゃっていて、あんなにこう何かその和やかに、まあ和やかっていうふうに見えるんですけど、でも本さんの中では本当に何かそのこれこそ真剣勝負で毎回臨まれてたっていうことが、何か今聞いててそう思いましたね。本当にそうなんだっていうふうに思いましたですね。まあもう小野さんが喋っているシーンとかのその説明も本当に、あ、もう本当にそうだなっていう感じで、まあ、おそらく小野さん自身が何でしたっけ、その雅子さん、あ、雅子さん、玲子さんでしたっけ、うん、から、あ、雅子さんか、物語が外、前にて外に出ようとしている、でそれを、まあ、おそらく、まあ、そこから先はおっしゃってないですけど、小野さんがこう、まあ、それをなんとか手助けするような感じの役回りで、まあ、皆さん本当の時代というテレビ番組をご覧になりましたかね。小野さんが朝の5時間のあれですけど、がと、まあ、1時間ですかね、1時間番組で特集されていて、で、まあ、そのこういう語り部を、まあ、に取材をしてというか、まあ、語りを収集しに行く、でその現場っていうのはもう戦いなんだっていうふうにおっしゃってたんですね。だから聞く側 その姿勢が、まあ、やはりその語る理を引き出す上で非常に大事で、もう本当に真剣勝負なんだろうなというところですけれど、はい、なんかその聞いてるように見えて実はものすごくこう力というか積極的に介入してるっていうようなスタンスがあると思うんですけど、まあ
まあ、僕もすみません、あんまり使えてないですけど、その青山さんのいわゆるその中道会みたいな話からすると、この話ってどういうふうに説明されるの？いきなり割とこうなんか確信めいたところ来たので、ちょっとえっえっって思ったんですよ。まず中道体っていう概念を少しだけ説明をすると、英語とかで考えると分かりやすいんですが、我々が今よく使っている言葉には能動体と受動体っていうのがあって、例えば、私は、腕を叩く、でそれを受動体にすると腕が叩かれるっていうふうになるんですけども、それとは違う概念として中動体という概念があって、例えば、なんで叩くにしちゃったかな、まあ、いや、クラップとかだとクラップって ED がつくと過去形になるっていうのが分かりますよね。あと、3人称単数だと ES がつくとかっていうので、多分英語の授業とかでやったと思うんですけど、でこうヨーロッパの言語にはその語尾が変化することによって性質が変わることを示すっていうのがあって、でその中に中道体というのがかつてあったわけなんですね。で中道体って何かって、で言葉からすると、能動体と受動体の間っていうふうに想像しがちなんですけれども、言語学の歴史をよくよく紐解いてみると実はそうではなくて、能動体と中道体の対概念と能動体と受動体の対概念は別の概念だっていう話をするんですね。で能動体と受動体を今説明したようにするされるの関係なんですけれども、能動体と中道体の対概念っていうのは、その主語になっているものが、巻き込まれるか、そうではないかっていうことが違うんですね。で、もうちょっと分かりやすい例を言うと、例えば法律を作るっていうこと、動詞があります。で、その時能動体だと王様、例えば王様が法律を作る、そうすると王様はその法律には別に縛られないので関係ないんです、作った法律には。ところが議会の議員が法律を作るっていうと、議員もその法律に縛られていくので、その自分の起こしたアクションに対して変化を受けるっていうことなんですね。で、バンベニスト、エミール・バンベニストというフランスの言語学者がそういう意味で、中道体っていうのは主語が座になっている、あるいは主語が場になっている、言葉のことなんだという説明をするんです。で、ざっくり言って、そういう話で言うと、能動体として話を聞くっていうのは、ボイスレコーダーを回すのと一緒なんですよね。ボイスレコーダーは確かにそのメモリーは変わっていくけれども、本質は特に何も変わっていかない。なんだけど、中道体っていうのはそれこそ、全身全霊をかけて聞いていって、聞いていった結果、自分もどんどん変化していくっていうような、あるいは変化するために聞いているということも言えるかもしれないし、そもそものきっかけとして自分が意識して聞きに行ってるというよりも、やむにやまれずなんか 聞かざるを得なくて聞きに行ってしまって、結果話を聞いてしまってどんどん自分も変化してしまっていっているっていうのが、中道体の考え方かなと思うんですね。で僕が難しいなと思ったのは、まあ、これが受動体と中動体と何が違うんだろうって思った時に、その何て言うのかな、小野さんがさっきおっしゃってたセリフで言うと、自分はその若い頃はその全然物も知らなかったからこう聞けなかったっておっしゃるんですよね。じゃあ博識な人間は聞けるのかっていうと、多分それも違うような気がする。要するにこう、俺が俺がって言ってるやつは、それはお前の解釈であって、この話を聞けてることにはならないってなりそうな気がするんですよね。だから、博識であるからといって、うまく聞けるとは限らないっていうのは、案外、能動中動の話と結構絡むかなと思うんですよね。あ、なんかその、今、そのお話聞いてて、ちょっと。この歌う人の前にその波の音波の声っていうのが起こっていて、それはその東日本大震災 の被災された方にその時の体験を聞いた映画なんですけど、僕らが入った時が2011年の7月から8月のあたりに入ったんですね。でその時もうすでに瓦礫もまあ
残ってはいるけど片付いてしまう。しかも僕らはその亡くなる前の景色も知らないまんまいきなりこの景色を見てしまっている時に、だから撮るものが実はなくて、でそれでその人の話を撮るっていう話に向かっていくんですけど、ただ7月8月の段階で実はもういろんなところに話されていて、家族の中ではもうこんな話しないよっていう風な状態になってたんですね。でそこに僕らがちょっと知らないんで教えてくださいって言った時に、なんか本当に久しぶりにその体験を振り返れたっていうかな話をおっしゃってる方もいて、要はみんながそれを知ってしまってたら、あの逆に言ったら聞くっていうこと行為自体があんまり起こらないというか、その常に聞いていくっていうことは家庭の中で不可能、共同体の中でなかなか難しいと思うんですけど、そこに何も知らないそれを教えてくれって人が入ってきた時に、あの自分でも語りたいとすら思ってなかったかもしれない人が久しぶりに語ったって言って、本当にねなんかいろいろ食べ物くれたりとかですねなんかいろいろやっていろいろで最後なんかありがとうって言われて帰るみたいな、なかなか不思議な体験をして帰るんですけど、それって多分なんかおっしゃってることとなんか近いと思うんですね。なんかそのどっちかが何かをやったわけじゃなくて、何かが起こった時に両方とも何かこう、あ自分が能動的にそれをしたかったわけではないけど、本来こうしたかったことに気づいていくみたいなことは、なんかそういう話なのかなと思ったんですけど。そうですね、あの巻き込まれるっていう言い方をバンベニストもしていて、で多分その、何かこう力の流れみたいなものが、なんかこういう言い方をすると哲学の宗教っぽい感じがするんですけどあのまあでも何かこう、力の流れのようなもの、それこそ、まあ、メディアの情報といってもいいかもしれないんですけれども、それに流されている時にそれに抵抗しようと思う力も人間の中にはあって、でそういうものがこういろいろそれこそ水脈のように、結びついていって合流してまた変わっていくというようなことが、起こるのかなと思うんですね。で今この話をしながらあのこの間ちょっと読んだ論文を思い出して、それは何かっていう と,、イメージが生きているっていう言い方をしている論文が、イメージ人類学っていうジャンルがあるらしいんですけど、あのむしろ人間は器なんだと。だから、まあ、映像という、機械自体はもうこの100年くらいの新しい技術ではあるけれども、でも例えば、我々はこういう、例えばそれこそ物語とか、こういうものを美しいと思っているというのはこうある種脈々と受け継がれていって、伝承されていっている。で我々がイメージを使っているというよりもむしろイメージが増殖していくための培地のようなものとして人間というのは存在するんじゃないのかっていうふうな、ひっくり返した考え方をするのものがあって、でこれだけ聞くとなんかまあなんか変な哲学者が変なこと考えたぞって思うんですけど今思いましただけど、例えばその、学者が書いている論文最初に引っ張ってきた事例が、アレクサに声をかけて、アレクサ私何々と遊びたいのっていうあるらしいんですね。そうすると、その人工知能が勝手に、おもちゃでっかいぬいぐるみかなと勝手に発注して決済もしちゃって、である日気がついたら、ドーンとその家に届くんですね、そのでっかいぬいぐるみが。で誰も知らないわけですよ。なんだけどそういう、こう情報だけが先に実は伝達されているっていうのは、実は割とあったりとか、あるいはそのまあ、映像を生成させること自体はどっかにきっかけがあるんですけど、でもそれは実は勝手にどんどん広がっていって、それこそあの東京とか、関西とかにいた人たちが東日本大震災のテレビ映像とか YouTube の映像を見てなんかモヤモヤするって言って入っていくというのは、ある意味イメージに突き動かされている、あるいはイメージとの力学で何か働いているっていうふうに考えると、むしろその意思して決断していくっていうことよりも何かそういうこう目に見えない力とかイメージとか、そういうものの
力学として考える方が案外なんというか理由を説明しやすいというかしっくりくるような場面は確かにあるんじゃないかなっていうのは思うんですが、その辺どうですか、実際に言うと映画を作った人としてとても全部理解できたかどうかわかんないんですけど、その確かにね、僕東京にいたんですよ、震災の時に。でその時によく覚えてるんですけど、仕事先でただ家に帰れなくなっていたんですけど、みんなで携帯のスマホでなんかユーストリームでしたっけ、あの時はライブ配信メディアスマホで見れるってスマホでみんな見てたんですよね。そしたら朝方じゃないかな、ちょっと経ってからそれこそ今起きてる津波がまさに今飲み込んでいくみたいな映像が流れてきたんですね。でそれはなんか本当にこんなちっちゃい画面だったけど、なんかとてもなんかもやもやなんかそのハラハラしたっていうか、今まで見たどんな映画よりもなんかこうハラハラしてしまったんですけど、でもなんか見えてるようで見えてないっていうような感じで、結局そのしばらくそれをモヤモヤしたままだったんですけど、それで実はこの映画共同監督になってるけど、初めね浜口が監督だったんですよ。で映画作りに行くからつって手伝いに来てくれないかっていう電話をくれたんですね。でその時に僕に初め断ったんですよ、仕事があってちょっと行けないみたいな感じで行って、電話を切った後になんかモヤっとしたんですよね。でその30分ぐらいかな、電話かけまして、すいませんやっぱり行かせてくださいみたいなことを言って、その初め本当に浜口の手伝いで行ってたんですけど、それも話してるうちに浜口がまあじゃあこれやっぱ共同監督ってことにしようかみたいな、まあ本人ももしかしたら責任を分散したかったのかもしれないですけど、何かその現場で見て起きたこととか自分たちとか、まあもしくは他人が共有したイメージによってなんかその後の行動がね、もうどんどん変わっていったんですね。でもうちょっと言ってしまうと、この歌う人ってもともとは波の声っていう映画の中の本当ワンシーンで使おうと思ってたシークエンスだったんですね。そのだからその初め波の声ってことっていう、その震災を体験した人の語りが、その例えばこれが100年後語られた時にどういう風になっていくんだろうって思った時に、それがもしかしたら100年前に語られた言葉が今なんかつながって今に届いてる状態、もしかしたら民話のような形かもねと思って、それを一本の映画の中にその語りと主催された方の語りと民話の語りを入れようとしてたんですね。だから話聞いていくと、もうどんどんいろんなものが出てきて、もうこれは一個の映画にはできないと。で一本で作る予定だったのが2本になり、もう1本作る予定だから2本がさらに分かれて3本になってですね、3部作4本あって全部で8時間半ぐらいっていうような、ただこんなの絶対初めから予定してはできないんですよね。その聞いた話が膨らんでって受け取ったものが大きくなって、でそれが映画としてまあこうした方がいいんだっていう形に最終的になっていったっていうことなんですけど、でも誰かがどうさせたかっていうことではなくてですね、なんかそういうもしかしたらイメージというかこういう形がいいんじゃないかっていうふうに、なんかそれこそまあ宗教的な話だったらまずいんですけど、でも別に誰に言われて、なんかそれこそ予定調和ではなかったと思います。私の質問なんですけれども、歌う人は、まあ、小野さんはその民話についても何回もその語り部の皆さんから聞いていて、でも、まあ、もう一回聞かせてください、で、まあ、一回生のパフォーマンスを本当にご覧になって分かると思いますけど、まあ、歌う本当に歌う人だったり、伊藤雅子さん本当に豊かな声の張りとかですね、本当にパフォーマンスだなと思うんですけれど、まあ、そういうものなんですけど、ただ小野さんは何回もそれを聞いているわけですよね。でも波の声と波の音はお二人は初めてやはり聞くっていうことなんですよね。でそこのカメラのその立ち位置というか、まあ、そういうところは何か違いとかはないんですかね。同じそんなに、いやなんかそのカメラの立ち位置ってそれで言うとなんかすごく圧
倒的な受動性になってしまうことが結構あるというか、そうするとカメラは何も思わずに目の前のものを記録してカメラ自体は気づかない、傷つかないということがあるんですけど、でこれは結構ね悩みました。なんかこれは絶対どんなにケアしたとかどんなに注意してでも絶対に将来誰かを傷つけてしまうっていうことだったんですよ。でただそれでもどうしても撮りたいっていうことで、それをいろいろこんな危険もあるかもしれません、あんな危険もあるかもしれません、でも撮りたいんですっていうことを説明して、もし本当にこれが世の中に流れてることが嫌だと思ったらいつでも言ってくださいと、もう上映全部停止しますからみたいなことを言って、でもそれで上映させてもらってるっていう感じなんですね。で、まあ、実際その方たち今どういうふうに思われてるかっていうのもそこまで聞いてないんですけど、ただなんかそのあまりにもメディアの当時のあり方みたいなことっていうのはやっぱり、まあ、悪気はないと思うんですけど、やっぱり今の情報を早く分かりやすくっていうふうに伝えようとするがあまり、なんかどっかそのすごく受動性をいいことに他方では、こっちでは受動性を働いて、こっちでは何かすごくのなんか正しいことで、今の正しいことのような能動性を発揮してしまったところなんじゃないかっていうとあって、それはなんかちょっとどっちかに偏るな、ちょっとなんかすごく居心地が悪かったなっていう気はちょっとしましたね。なのでどっかそれをどっか少し解消できないかなっていうのはちょっと考え、解消できてるかどうかちょっとわからないですけど。そうですね、ちょっとこちらのご本の紹介を先、お流れとしては良いかなと思うんですが、この本は、まあ、今ちょうど体の概念についてご説明いただいたんですが、でおっしゃったように東日本大震災 の、まあ、記録で、センターのメディアテイクの忘れないためにセンターというところ、まあ、先ほどもイベントのご紹介しましたが、まあ、そこが浜口さんと酒井さんをはじめとして映像記録の何て言うんでしょうね、その仙台に来て、映像記録の、まあ、手伝いというか、まあ、そういったことに参加しないかということで、まあ、行かれたんですけれども、あと、まあ、瀬尾さん、瀬尾夏美さん、小森遥さん、それから、こちらご本で鈴木圭太さんも記載されてますけれども、まあ、そういったその作家の皆さんが、どういうその被写体と、まあ、その出来事に対して向かい合ってるのかっていうことを今お話しいただいたような、形で分析をされているんですね。で、はい、まあでもまあそうですね、その対象を見つめていくその姿勢、まあお二人もそうですけれども、その自分がその場にいてそこにから影響を受けながらただそのまま、記録をしてし続けていくっていうその、まあ、姿勢、まあ、それであってるか分からないですけれども、はい、でその、まあ、前半で述べられてるのはその、まあ、ポストメディア状況というか、まあ、メディア今のこの私たちが本当におびただしい量 の映像に囲まれて生活をしていて、それは本当に一方的に受け取るだけで、まあ、今こういろいろ選択をして見ていくわけですけども、映像自体はもう一方的にこう投げつけられてくるわけですから、まあ、そういった環境の中で、もっとゆっくりじっくり映像を見る、それからそういうふうに作ってる作家の作品を見るっていうことですね。その大切さというのを この本では大体そのような考えを私は受け取ったんですけれども、はい、なんでこんな本を書こうと思ったんですか？もともとはこれ大学の博士論文なので、博士号が欲しくて書いてる論文っていうのが切実なんです。で、まあ、大学今の研究界隈は博士号を持ってないとなかなか就職できないのでっていうのが、まあ経済的な理由で、で後書きに実はそのなんでこんな本書いたかって話は実は書いたんですけど、この話実はしよう、大事な話なのでしようかなとは思ってたんですけど、僕も当時名古屋にいて、
で、まあ一人暮らししててこうテレビ見てたんですね、あの津波の映像とかで、ちょうど大学4年生で卒業で大学院に上がるタイミングだったんです。で、大学院がそのメディア論の大学院で、その2011年4月の段階でメディア論、まあみんな震災報道原発報道だって盛り上がってるんです。嫌気がさしちゃって、それで、いや、それ嫌気がさしたっていうか、もうちょっと真面目に言うと、大学院にその後博士後期課程に行くつもりがなかったので、最初2年間で大学院を終えるつもりだったので、いや、たかが2年で、しかもその名古屋にいてお金もないし時間もないし、その東北に実際に行けるあれもない大学院生がなんか首突っ込むのはなんか違うなと思っていて、あんまり触れてこなかった2年間があったんですね。で、だけど、まあ、それとは全く別の文脈で、その大学院の指導教員の研究がすごく面白くて、あ、これはなんか就職するよりも研究者になりたいなって思ったんですね。で、大学院の時はその最初の2年間は、本当にアート関係の論文を書いたんですけど、その後に、2013年の山形国際ドキュメンタリー映画祭に、まあ、師匠、僕の指導教員の研究の付き添いというか、で行って、でその時に、お二人の作品とか鈴尾さんの作品を見て、あ、なんかテレビで見てるのちょっと違う作品があると思って、まあ映画なんで当然なんですけど、だけど、でその中でもでもいいなって思える作品と、なんかこれはちょっと違うなって思う作品、映画でもある。で、それは何が違うんだろうと思って、で、でも何かヒントがありそうだと思って、山形終わってその足で仙台メディアテイクに行って、でその時点でもうすでにアーカイブがいくつかあったので見て、やっぱりなんか、違うと。で、ここに何か研究するというか自分の仕事があるような気がして、つまり作り方が多分違うんだと。要するにこう、ただ単にセンスが違うとか被写体が違うんではなくって、作り方が違うんだろうっていうので、片っ端から見ていって、で面白いと思って、かつコンタクトが取れた人にお声をかけていって、インタビューをしていって、でやって作っていった本なんですね。で、もう一つ、そのポストメディア社会の話をすると、フェリックス・ガタリっていう哲学者が出てくるんですけれども、ガタリが言うのは、そのポストメディア社会と真のポストメディア社会みたいなことを言うんですね。で、何かっていうと、昔はテレビはその本当に一方的に受動的に見る、一般の人は見るしかなかった。で、まあ、それこそ16ミリとかで映画を作るような人がいたけど、まあそんなにハードルは低くない。だけど、いずれこのハードルはどんどん下がっていくだろうと。そうするともう誰でも映画が作れる時代になる。誰でもメディアで発信できる時代になる。けど、それが真のポストメディアではないっていう方になるんですね。なんでかっていうと、湾岸戦争の時に、そのフランスのメディアが、全然批判的な国、NATO に対して批判的な言説を流してなかった。で、その当時にはもうすでに、フランスのメディアは民営化されていたから、国による規制というのはほとんどなかったはずなのに、自主規制で国、まあ、忖度しちゃってたわけ、無意識に忖度をしていた。で、あるいはそれに対する、カウンターカルチャーもすごく分かりやすいカウンターカルチャーだった。つまり、戦争反対としか言わない、じゃあどうするのっていう話はほとんど出てこないってなってきた中で、自分でものを考えてメディアを作っている人たちが本当にいっぱい出てこなければ、それはポストメディア社会とは言えないじゃないかというようなことがあって、でそれ考えていくと、今の YouTube の世界なんかは割とそのまんまだなという感じがして、いや、もちろん面白いものもいっぱいあるし、役に立つ、映像もいっぱいあって、それこそ料理人の YouTube なんかすごいためになるんですけど、一方で、なんていうか、完結しがちなんですよ。自己完結しがちというか、
言いっぱなしで終わって、私はこう、もうこれはこうだ、これはこうだって白くはっきりつけちゃっておしまいになってる。そうすると、それどっから聞いた話ってたどっていくと、やっぱ誰かどっかにソースがあって、それのなんか焼き直しに過ぎなかったりするんですよね。だけど、多分そうではない作り方、あるいはその本当にこう自分が知りたいと思うっていうことはすごく大事で、でも知りたいと思う、知ろうとする道具として、映画をカメラを使って映画を作るっていうのは実は結構難しいんじゃないのかなと思ったんですね。で、あ、だから、この研究には意味があるのかなと後から思って、つまりそれを実践されているのが酒井さんであり、浜口さんであり、鈴尾さんや小森さんなのかなと思ったというのが、長くなりましたね、すみませんこの本を作った経緯です。はい、いや、学者さんにこんなことを言うのはあれですけど、本当に真面目な方だなみたいな思うんですけど、でも実際その僕ら例えば見るときに興味本位じゃないかって言ったら、結構興味本位があると思います。実際にそれをやってただ見たいだけっていうところももちろんあるんですけど、なんかどっかそれで済まないとこが出てくる、もしくはそれを済まないようになんか立ち止まらせるような力があるとすると、要するにやっぱり被写体との関係だったりとか、あと一緒に作る人との対話だったりだったと思うんですね。でこれがなかったら本当にできなかったって思うっていうか、なのでどっかで僕らもそこのをなんかこう感じてみようよみたいなことを言って自分らに映ってみたんですけど、もう本当自分らの映ってる時には恥ずかしくて全部切りたいみたいなところもあったんですけど、でもそれをもうルール作って、もう自分の映ってるとこはもう相手に編集してもらって、もう文句言わないお願いはするけど文句言わないみたいなルールとか作りながら、まあ、やってったんですけど、でもなんかそういうある一個の考えをもとにこう突き進んでいくって、意外とカメラって向いてると思うんですけど、逆に引き止める力は実はないと結構やばいみたいなところがあって、それをどう考えていくかっていうことを言ってると、もうずっと足が動かなくなってくっていうところもあると思うんですけど、でもそれをやらずにやってしまうっていうことは結構なんか、それこそポストメディアではないですけど、そのまた同じ間違いをというか、今もしかしたら同じ間違いを仕掛けてるかもしれないんですけど、それをに乗らないように、乗らないようにというか、その抵抗する力をどうやってつけていくかって結構で、それはやっぱりなんかその見るっていうのはなんかやっぱり聞くってことだったら話すってことだったりするのかなって思って、でなんかそのまあ無理やり今日の企画につなげるわけじゃないんですけど、結構語りの映画だったなって思って、全てがで、その語っている内容ってやっぱり撮れないんですよね。もう亡くなったもんだったりしてて、で映像なのに撮れないものを撮ろうとしてるっていう、なかなかもうなんかすごく分の悪い勝負を支配してるような感じなんですけど、でもなんかこの撮るっていうことにが何かカメラの中に映ってるものだけではないみたいなことと、ちょっと考えてみるとカメラに映ったものは全てって思われちゃうっていう、あのでその力って結構強すぎて、もうあっという間にみんなその考えになってしまうことは結構できるんだなっていうことが、今この特にね、このリモートだったり、この今みんな家にいながらテレビと映像でみんな受けてる時には簡単にできてしまうのかなとみたいなことをちょっと思って、それは恐ろしくなったっていう感じですね。なので何か対話ということを、まあ、どうやってやっていくかってことをいつも考えてますね。っていう、まあ、映らないものっていうのは、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、音声は映像には出ないですよね。喋ってる口は出ますけれども、まあ、それだけじゃないってことですよね。もちろん、ね、その背景とかいろいろなことが映ってないけれどもある。でそこに、まあ、想像力を働かせるっていう。そうですね、なんかこういうなんかリモートになって、リモートなんかそのZoom でよく話したりとかするじゃないですか、打ち合わせの中で。これ結構まあすごくこれだけでいいじゃんってなっちゃうってまずいことがいっぱいあると思うんですけど、でもなんか逆に取られると、あれ結構もう普段こ
コミュニケーションに使わないような気の使い方してるなと思ったりするんですよ。なんか相手に聞いてますよってことをより伝えなきゃいけないみたいな。あとなんかこう、俺は今の意見にアグリだぜみたいなことを無駄にこう発しなきゃいけないみたいな。でもまあ、そ悪い面だけじゃなくて、でもある種僕らが対面で使って言ってる時に甘えていた、なんか想像力をあんまり使ってなかった部分はなんか使わされてるなって感じはちょっとするというか。なのでこれはこれで、この経験を持ってちゃんとこう元に接したらまたちょっと違うんじゃないかなっていうふうにちょっとプラスに捉えるのはそっちかなという。そうですね、無駄な会議が減るのは全然いいんですけど、そうです。いやでも例えば本当にこう何かアイデアを出さなきゃいけない会議とかの時とかってやっぱりズームってやりづらいというか呼吸が取りづらいし、あと僕大学教員なんで授業をやるんですけど、少人数の授業だったらもう顔も知ってるし、まあ、カメラオンでやってんねんってお願いするんですけど、こう大人数100人ぐらいの授業とかだと、まあ、いろんな事情があるんでカメラオンにできない人もいるんですよね。で、まあ、事情があってカメラオンにできない人はいいんですけど、まあ、あまりみんな顔を映したくないからみんなオフになってるんですね。でこの人がオフならみんないいやって言ってみんなオフになってると、一体僕は何に向かって喋ってるんだろうってなるんですよね。でこれが想像以上に辛いんですよね。もうこれだったら本当にもう先に録音、もう全く誰も聞いてない状況で録音だけして後でパーって出した方がまだ気が楽なの。誰がこう顔が見えない状況でライブ配信するって、なんか逆に言うとその点 YouTuber はすげえなってやっぱり思いますね。なるほど、確かに。でもある種映像の特性でもありますよね。そのいわゆるそのカメラに喋ってる時はカメラの向こうに観客がいないんですけど、上映するときは観客が無数にいるっていうか、そのカメラに向かって喋るってことは結構本来怖いことなはずなんですけど、だけど逆に言うと、まあ、ある種そのカメラの向こうに、まあ、ちょっとエモい言い方するとちょっと未来があるというか、未来を見て喋ってるとも言えるっていう考え方ができるようになって、まあなんかそれある一個だったときに、まあ、両面あるなと、その両面どっち悪い方もあるしいいところっていうのをどう考えていくかっていう、なんかその映像を見るときに何か完全否定も完全肯定も しないっていうのは結構あるかなとちょっと思ったんですけど、それ今聞きながらちょっとずれる話かもしれないんですけど、お聞きしたいなと思ったのは、映像編集してるときって、はい、なんて聞けばいいのかな、語る聞くっていう感じで考えると何をしてるんだと思いますっていうのは、確かに映像を撮るときっていうのはおそらく聞くに近いと思うんですよね。つまり、まあ、実際マイクから聞こえる音声を聞いているとか、まあ、レンズから入ってくる画像を見るっていうことだと思うので、まあ、どちらかというと語るよりも聞くに近い姿勢だと思うんですけど、編集してる時って、まあ、生身の人間はそこにはいないわけじゃない、まあ、編集してる人間は生身の人間ですけど、まあ、被写体の人は生身ではないわけですよね。で、再生ボタンを押せば喋り出す、止まる止まるみたいなっていう状況で、一方には被写体の人がいる、でもう一方にはその未来の観客がいるっていう状況で、どこに意識が向いていると思います？これね、いろいろあると思うんですけど、いろいろ編集者の方によっていろいろあるし、ものによって違うと思うんですけど、こと3作に関して言えば、できるだけ自分の語りにしようと思ってました。そのっていうのは、その例えばこれを残ってた時に、この人ってこういう人ですよっていうふうに勘違いされないようにっていうか、これはたまたま僕がこう見たから、うん、編集でめっちゃ変えちゃってるんですよ。その要はその例えばさっきの語りお一方は大体30分から40分なんですけど、実際はね3時間ぐらい撮ってるんですよ。でそれを40分だけ聞いとって、この人のあこんな人ですよって僕らが見せてるんですけど、これがこの人だと間違っても思ってほしくないっていうか、
そのなのでまああるそのちょっと仕掛けを作ったりとか、その僕らがものすごく恣意的に編集しているような仕掛けを絶対ありえないような絶対編集してるでしょっていうことを希望的に入れていくっていうことをまあちょっとやってるんですけど、でも何ていうんですかね、そのある種引き受けるっていうことも必要だと思うんですけど、でもどっかでその素材を持っている可能性に対して忠実じゃなきゃいけないところもあるんですか、この素材の中に。これが一番面白く見えるっていうのはこういうことかもしれないっていうのも両方あって迷うところです。なんかそのどっちでも言えるんですけど、どっちかだ、でもどっちか切るときはなんか決断しなきゃいけないっていう答えになってますか。いや多分すっぱり切れないっていうところだし、まあ行ったり来たりしてるっていうところがお答えで、多分そうなんだろうなと思うんですね。でもう一つ気になるのは、まあ僕は自分の本の中でその話は書いた、書きはしたんですけど、坂井さんがどう思うのかなというのは、そのある意味小野さんのポジションっていうのは、その聞きながらでもカメラに向かって喋ることもしているポジションなわけじゃないですか。でその波の音、波の声に関して言えば、そのなんていうか、小野さん的なこうなんていうのかな、軸になるというとちょっと語弊があるんですけれども、聞き手専門みたいな人はいないわけじゃないですか。基本的にこう、語りで聞き手が対になってずっと対話を取っているっていう、で対話を取っている坂井さん、浜口さんがいるっていう環境なわけじゃないですか。でそこに小野さんっていう、こう聞く、一応聞く専門の人が入ってくる。でまあ小野さんの語りもあるけれども、でそうなった時にその小野さんと坂井さんたちの役割分担、もしくは坂井さんたちと小野さんとのその共犯関係みたいなものってどういうものだったのかなと。最初に畑さんがお聞きになってたように、その何かその歌う人だけは違うということがあるとすれば、まあ、つまり方法、撮影の方法論でもできているわけじゃないですか、その時点で。それにこうどう小野さんが乗っかってきたのかとか、そのあたりちょっとお聞きしたいなと。これね、共犯関係ということを僕らが追いつけてないっていうところはあると思います。それは民話のことについて僕ら全く知らなかったから、まあ、だし、何かものすごい大きな勘違いをしていることに、まあ、初めの段階で気づいたっていうのがあって、でそれはまあその小野さんが、小野さん要はこの絵もともと三部作ができていく初めのきっかけがもうそもそも小野さんだったんですね。その小野さんがその2011年の8月かな、8月にその南三陸のホテル関与ってもうそれこそ被災受けたもう一番前サンチュリアのホテルで、その被災された民話の語り手に自分の体験を語ってもらうみたいなイベントをやってたんですよ。でそれは結構大変なこと でそれを実際にその前で語ってもらう前にもう一方一つ会って、もう全部一通りの話を聞いてるんですね。でその話を聞いた上で、いやもうぜひ話してくれっていう話で勇気づけてくっていうのと同時に、なんか小野さんがこう探してたとか会えたってことで、その人もなんかもう初めに来た時も本当に疲れ切ってる感じだったんですけど、そのステージに立つ時はね、もうものすごくはつらつとした状態になってるんですね。これはすごいなと。聞き方以下によってはこのように人をできるんだと。でこれはまああんまり言い方として微妙かもしれないけど、僕と浜口はもともとフィクションを作ってたんですね。でもこれある種の演出だなと思ったんですよ。その役者がすごく輝く状態にその持っていけるっていう、これってすごいことだよねっていうことになった時に、その僕らも聞くってこともあったんですけど、それがなかなかうまくいかなくて、結局最終的には同じ体験をした同士、もしくは同じもともと知り合い同士の中で一個の体験についてなんか対話をしてもらうって形にはしたんです。それは僕らはねやっぱり追いつかなくて、聞くっていうことをその場では全然できなかったっていうのがあったんですけど、
でも、もしかしたらその小野さんのような状態であれば、もう聞いてることとか語ってるっていうことはあんまり問題ではないかもしれないというか、その聞いてても語ってても、もう2人がその場を作っていて、でそれに話されてることは、まあこの2人だから起きてることっていうことが起きてるんでっていうことで、でもこんな風にどうやって聞けるかっていうのは全く分かんないですけど、ただ聞くってことの中には、もしかしたらそういう何かどっちかに受動的ってわけでもない、もそもそも聞かせてって言ってるところが始まってるし、何かそういう語ってるけど、うん、なんかそれその人の言葉だけではないっていうこともあるのかなとはちょっと思ったんですけど。そうですね、聞かせてはすごいパワフルなワードですよね。そう、働きかけてますもんね。そう、車でわざわざガーンって言ってるわけですからね。で、うん、聞かせてっていう、で、小野さんの聞かせての力がやっぱすごいんですよね。その雅子さんもこれ、ね、言ったと思うんですけど、あれ聞かせて、これ前も語んなかったっけそれみたいな。でももう一回聞きたいって言うと雅子さんも語って、でも実際語っていくと小野さんが聞いてるから、やっぱり語ってる最中にどん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 こうすごい生き返っていくというような、でまあ、これ全然ちょっと話が違うんですけど、映画を小野さんに見せると、小野さん映画の中の小野さんと同じタイミングで必ず笑うんですよ。そのでこれもすごいなと思って、毎回同じじゃないかもしれないですけど、なんかすごくそのある種、まあちょっと人並み外れたもんだなとは思ったりもしました。ありがとうございます。まあ、ちょっと時間も時間なので、まとめるというか、まとめられないでしょう。まあ、酒井さんは、まあ、先ほども肯定も否定もしないとおっしゃってて、まあ、今の話、まあ、本当にそういうふうにこう、まあ、ご自身の、まあ、お二人の立ち位置をそういうふうに、まあどうなんでしょうかね、まあ、とにかくそこの場で生成する語りというものを、まあ、とにかく捉えようとされていて、で、まあちょっと話がずれますけれど、我々はラフカットというプログラムを映画祭でやっておりまして、酒井さんには本当に2015年からかな、ずっとファシリテーターをやっていただいているんですよ、司会というか。で、まあ、そこで本当に今お話になったような、肯定も否定もしない、とにかくある映画を見て、意見を、みんなで言い合っていくんですけれども、そこで その姿勢っていうのが本当にこの3部作 の, 姿勢と、おそらく近いところ、そこに、大きな影響があったんだろうなというふうに思いながら、こう毎回やっていただいていて、でも本当に実りの多い、いつもラフカットは、人気なんですけれども、この間オンラインで行ったんですが、はい、本当に優れたファシリテーターである酒井さんなんですけれども、ということで、すいません変な変なことになっちゃいました。すいません。でもずっと、メディアテイクさんとも共同を続けていらっしゃいますし、新作の準備を、なんかできれば出したいなと思ってはいるんですけど、はい、なんか立ち止まる力が強すぎてですね、なかなか。でも、頑張って出したいなと思っています、はい、すごく楽しみにしております、はい。なかなかいろいろ難しいところはね、今こんな状況ですし、あるかもしれないですけれど、はい、すいません、皆さんからのご質問、やはり、はい、どうぞどうぞ。すいません、時間なくて。ちょっと1個ずつ聞いてみたいんですけど、あとまず、なんかさっき言ったんですけど、フィルムライブラリーで見て、で今日初めて大きい画面と大きい音で見たんですけど、やっぱりなんかその歌う人っていうタイトルの意味がすごいよく分かったというか、ヘッドホンで聞いてる分にはなんか語りだったんですけど、今日見た感じだとすごい歌うっていうのがどういうことなのかなっていうふうによく分かりました。で青山さんの著書も読ませていただいたんですけど、その中道体っていうその3人の作家のその姿勢みたいなものをこう説明されていて、
でもなんかすごいこう雑でざっくりな感じで言うと、こうなんか、まあ、前もった計画とか取り方とかロジックみたいなものでただ取るだけじゃなくて、やっぱその現場で対象被写体と向き合うことによって、なんかこうそこで動くものとかそういうものを見つけて、なんかこう自分も変化していったみたいな、そういうイメージでこう読んで、でそれを読んだ後に今日見たので、でなんかあのまず小野さん、今お話にも出たんですけど、小野さん自体がそのまさに中道体っていう状態なんじゃないかなと思って、だからこの歌う人っていう作品自体がなんかこうマトリョーシカみたいな入れ子構造みたいになってて、そういう方法を見つけた浜口さんと酒井さんが、まあ、まさに中道体みたいな状態の小野さんのことも映して撮っているというか、ただやっぱりすごくこう自分でも仕掛けるというか仕掛けるし、でそれに対して本当何回も聞いてるんだろうけど、同じような感じでこう純粋に聞きたいし純粋に驚くしっていうものをこうすごくこう繰り返されてて、なんかこうちょっと違う競技だけどイチローみたいだなって思いながら見てて、すげえなと思って見てて、だからなんかそういう小野さんを青山さんはなんかどんな風に例えるというか捉えるのかなっていうのが一個気になったのと、と酒井さんに聞きたいのは、あのその著書の中で震災の被災者の話を聞くにあたって、こう本当何を取っていいかわからないと、ただこういうふうにしていったらいいんじゃないかという工夫を重ねていく過程で、あ、なんかいい声が取れたっていう瞬間があったって、でそのいい声っていうものを浜口監督と2人でこうすり合わせたら大体答え合わせが同じだったっていうふうに書いてあって、で今はその民話の会の方でもこう活動を取られてると思うんですけど、なんか震災の時の映像だとやっぱり震災に関することのいい声っていうかそういうものだったと思うんですけど、その後の民話の中にはやっぱりその話が生まれた背景とかそれを語る人の背景とかそういういろんなものがこう立ち上がってくるんだと思うんですね。あの震災とかに限らず楽しい記憶だったりそういうのも含めて、だからなんかそういうその後の11年の中で見つけたなんかこう、あ、これいい声だったみたい なんかそういう瞬間であったりするのかなって、こう本を読みながらと今日映像を見ながら思ったので、ちょっと聞いてみたいです。はい、まずは説教を本当に丁寧に呼び込んでくださってありがとうございますちょっと恐縮なんですけど、小野さんをどう思うかっていうことだったと思うんですけれども、まあ一つにはやっぱ方法論には回収されきれない、まあ、軽有な存在だなというのはあります。でもう一つはいくつかあるんですけど、中道体をブーストしていく存在なのかなという気もするんですね。つまり、中道体っていうのはそのバンベニストの言い方でいうと場であるとか座であるっていう言い方をするんですけれども、つまり酒井さん、浜口さんが作ってた場自体がこう生成変化する場なわけですよね。そこにさらに何か生成変化を巻き起こしていくものを入れ込んで、どんどんこの場自体の生成変化を加速していく、そういうことをやってのける出演者っていうのがこの映画にとっての小野さんのポジションなのかなということを思いました。でもう一つご質問を受けながら思ったのが、その、なんていうのかな、聞くっていう、やっぱり聞くっていうことは腕がいるというか、画が出てもいけないんだけれども、でも、空っぽの人には多分できなくて、ある程度その何か腕とか力量とかを持っている人が、限りなく自分を意図的に空っぽに近づけて、やっていける作業なのかなというような気もします。なのでそういう意味で言うと、まあ小野さんはだからそういうやっぱ技術なんだろうなと、中道体を実現するというのは、受け身、ただ単に受け身でこう反射する、こうただ単にこう誰でも同じように反応が起こるわけではなくって、
やっぱり体に染みついた技みたいなものを持っている人が、できることなのかな。だから笑えるっていうのも結構技術があることなのかなという気はしました。はい、というところです。はい、すいません、いろいろちょっとお答えしなきゃいけないことはあったんですけど、まあその10年って今どういう発見があったかっていうことで、いろいろ今どう答えようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと正直なところ申し上げると、その僕この3年ぐらいであんまりその活動に関われてないんですね。で今でもその時一緒にやってた仲間とかいろんな人がそれを今やってはくれておいて、っていうのはまあ本当に個人的な理由で、僕その4年前かにちょっと子供ができて、で今子育てをしてるんですけど、でそれでやってた時にですね、やっぱりちょっと何かね、生活に追われてその場に行って集中力がどうしても出せなかったりとか、その全部に参加できなかったりとかっていうことの中で、あんまりねその今書かれてはないです。でただなんかね、その逆にまあなんか発見があったかみたいな話で言うと、なんかその娘と妻と一緒に本当に全然関係ないところに住んでるんですけど、でも それだけでも何かね、その娘がいろんなところで友達を作ってきたり、その妻がいろんなところ行ったところでまた何か誰かと会ってきたりみたいなことをなってやっていく中で、なんか逆にその前まで住んでた感じとはまた全然違った風にちょっと今関わりができてきたりとかしてて、なんかですね、そのどっかずっとなんか関わり方として他人ではあるんですけど、ただなんかもう住んでそれこそ行政サービスを受け出すとですね、なんか行政の人になんか怒りが湧いたりとかってことが普通にあったりするんですね。でこういうのってあんまりなかったなとか、なんかその本当にある子育てみたいなことをきっかけにしてそこに住んでるっていうことは、なんかまた違った見え方としてそこを、まあ、本当にいろいろ動けないからどうしようもないんですけど、ただ動けない分ちょっとじっくりそこを見ながら、そこで出会う人たちに結構今目を向けてたりして、でそれなんかそういう今こういうなかなか難しかったんですけど、そういうリズムの中でなんか映画撮れないかなとはようやく思えるようになってきたっていうので、もうなんか長いリハビリが ようやく、まあ、抜けたのか抜けてないのか分かんないんですけど、やっとなんか映画のことを考えられるようになってきたところに、なんか今日なんかトークの話いただいてなんか渡りに船だなと思ってきたんですけど、なんかそういう状態です。なので今本当に今やってる民話のことは今やってる人たちが今やってくれていて、僕はそこまで噛んでないので、その人たちはもしかしたら何か発見してるかもしれないんですけど、ただね、いい声ってなかなか難しいとは、なんかそのいい声じゃあ悪い声あるのかみたいなことにもなってしまって、なかなかちょっとなかなか難しい言葉だなと思ったんですけど、ただなんかすごく、まあね、これ田淵も言ってどっちか言ったか忘れたんですけど、なんかすごく透明な時間みたいな言い方をしたんですよ。そのなんかそのすっとこうなんか周りがなんかその場の空間がすっとなんかまあ言われすぎて広くなるかようなスピリチュアルな話じゃないんですけど、でもその感じってその話してる人もなんかちょっと感じていて、それは僕らが聞いてるから起きたことなんかじゃないかな、もしくは撮影をする行為によって、もしくはそのすごい撮影という行為になんか無理な状態を押し付けたのを、その方がなんかちょっとそれを乗り越えた時になんかすっと僕らも入りやすいような時間を作ってくれるっていうのは、結構3時間で1回か2回ぐらいしか、それは話してる人だけじゃなくて僕らの集中力もそうだし、なんかそれこそスポーツみたいなもんで、なんかそのあなんかいいラリー続いたねぐらいの、でもそれが別にいい悪いとかではなくて、なんかその時間があったことでなんかみんなの、まあ、なんか今日よかったねみたいな感じになるっていうことなんですよねっていう感じです。なのでなんかあすいませんちょっと長くなったんだけど、そんな感じです。ありがとうございます。大丈夫ですかね。ありがとうございます。
ません、ちょっとだいぶあれですので、一旦じゃあここで切らせていただいて、まあ、少しこの場で いていただきますので、もし個別何かご質問ありましたらぜひお二人に、はい、コメントでももちろん大丈夫です。青山さんは来週ですね、仙台で公演をされます。何起きたの？仙台、まあ、ただもう14人だけの本当にちっちゃい本屋さんで、ブックカフェ火星の庭ってことですかね、素敵な本屋さんがあります。あそこで対談をされます。仙台メディアテックの北野さんと鈴尾啓太監督と3人でされますので、もし仙台の方入ってらっしゃいましたらでも14人だからもういっぱいかもしれないですね。東京とか名古屋でもやりますので、遠征できるのも京都の方に行けるかなと思いますけど、はい、ぜひぜひ、はい、ということで今日はありがとうございました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。